美しい世界を守るために戦う。司令部、こちらテレサ・アポカリプス。第二列車の現状を報告してちょうだい。テレサ様、ご無事で何よりです。第二列車はテレサ様との交戦後、レーダー上から消えました。塔にある崩壊エネルギーを使って完全覚醒するために、第二列車は必ずバビロン実験室に向かうと思うわ。ヴァルキリー部隊に塔周辺を巡回し、第二列車の崩壊エネルギー反応を見つけ次第司令部に報告するように伝えて。それと第二列車との接触を避けるように言ってちょうだい。そういえばジークフリート・カスラナは今どこにいるの？ジークフリート様は先ほど臨時司令所に到着し、現在待機中です。わかったわ。私も今から急いで合流するわ。行こう。マントが長くなったからちょっと慣れないや。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。ウォーミングアップの時間だね。準備はいい？温度を上げるよ。私の番、文句はないよね。決戦の時が来た。塔はただの略称よ。あれはバビロン実験室といって、天命がシベリアに作った大型研究センターなの。あそこには天命最先端のバイオテクノロジー、素材技術、パソコン技術、そして最新のエネルギー源技術があるのよ。エネルギー源技術？世界唯一の大型崩壊エネルギー反応炉、エネルギー強度2000崩壊ワットを超える化け物よ。2000崩壊ワット？ハイペリオンの革新反応炉よりも大きいじゃん。ハイペリオン？何それ、聞いたことがない反応炉ね。でもハイペリオンって響きは、うん、戦艦名にぴったりね。うわぁ、言ってはいけないことを言っちゃったような気がする。とにかく第二列車は覚醒したけど、崩壊エネルギーが足りないからまだ弱いの。だから塔の崩壊エネルギーを狙うと思うの。もし第二列車が塔の崩壊エネルギーを手に入れたら、誰にも止められなくなるわ。だから奴が塔にたどり着く前に倒すわよ。第二列車、シベリア、2000年、どっかで聞いたことがあるような。そうだ、ムーンライトスローンで倒れた時だ。あの時夢の中で謎なやつが言っていたような。2000年にシベリアで第二列車との戦いから第二次崩壊戦争が勃発し、その最中にママが、セシリアが死んだって。みんなと一緒に歩く。また勝ったよ。見てくれてるよね。